私は SAO、 シナモンは GGO のアバターだよね。ん？どうして残念そうな顔をしているの？モフモフした尻尾がある ALO のシナモンもいいなって。触らせないわよ。 GGO 以外の敵を銃で倒すのはちょっと変な感じよね。いろんな世界がごっちゃになってるからね。ま、シノンならどんな敵でも大丈夫でしょ。まったく、リズはお気楽ね。そういうところがいいんだけど。それにしてもキリトって知り合いが多いんだね。お人よしだもんな。同感。私も彼に助けられた一人だし。そうなの？今度シノンの話も詳しく聞いてみたいな。ええ、いいわよ。長くなるから覚悟してね。ユナの歌はバトル中に聞くのもいいけど、こうやって落ち着いて聞くのもいいわね。せっかくだから愛の手を入れてくれると嬉しいな。え、私が？仕方ないわね。ちょっとだけよ。シノン。キリト。こんなところにいたんだな。探したよ。ええ。少し一人になりたくて。何か考え込んでたみたいだけど、大丈夫か？悩みがあるなら聞くぜ。心配してくれてありがとう。でも、全然大したことじゃないの。今回の事件が落ち着いたから、ほっとして、ちょっとぼんやりしてただけ。へえ、シノンにもそんなことがあるんだな。あら、私のことを何だと思ってるの？いや、シノンはいつも冷静で落ち着いてるからさ。そんな風にぼーっとするなんてちょっと意外だったんだ。そう言ってくれるのは嬉しいけど、私だって気が抜けることはあるわ。まあ、さすがにシノンでもそうなるよな。特に今回はバタついてたし。ぼんやりしていたのはその反動ね。今回は特に強敵との戦いで気を張り詰めてたから、その影響かも。ガブリエルのことか。ええ、彼とは前に戦ってその強さをよく知っていたから、実はかなりプレッシャーを感じてたのよ。あいつがあそこに出てくるなんて本当に予想外だったな。俺もかなり動揺したよ。そういえば、ガブリエルが初めて現れた時にボスモンスターと戦ってたじゃない。ボスじゃなくって彼を攻撃しろなんてあなたが突然言い出したものだから、レンもフカも戸惑ってたわね。シノンがすぐに攻撃してくれて助かったよ。あの時はちゃんと説明してる時間なんてなかったからな。あなたの雑な指示でもすぐに動ける私がいてよかったわね。ああ、本当にシノンにはいつも助けられてるよ。ありがとな。そんな改まったお礼なんていいわよ。私はただ当たり前のことをしているだけ。それにキリトのサポートには慣れてるもの。でもシノンのサポートにはいつも助けられてるからさ、礼の一つくらいは言わせてくれよ。いいの。だって私にはキリトに返しきれないほどの借りがあるから。借りだなんて、それこそ俺だって当たり前のことをしただけなんだ。わざわざ借りを返したとか気にしなくていい。キリトはそう言うんでしょうけど、まあいいわ。私ももしかしたら借りを返すだなんて建前になってるのかも。どういうことだ？キリトたちと一緒だとちっとも退屈しないからこうしてそばにいる。その上で私は私にできることをしているだけ。そういうことかもしれないって思ったの。そう言ってくれるなら嬉しい話だな。俺もシノンと一緒にいるのは楽しいからさ。ありがとう。そういうわけだから、これからもキリトの背中はしっかり守ってあげる。大船に乗ったつもりでいてちょうだい。そいつは頼もしいな。
シノンがいたら安心して前に出られるからさ。なんて言っては見たけど、私がいるからって無茶はしちゃダメよ。まあそれは気をつけます。もうそれって気をつける人の返事じゃないわよ。ちゃんと心がけてよね。それにあんまり前に行かれちゃうとちょっと寂しいじゃない。あ、そうだったのか。いや今のは忘れて何でもないわ。ちょっと言ってみただけよ。そうそう、おしゃべりはこれくらいにして、そろそろみんなのところに戻りましょうか。あのさ、シノン。何よ、急に真面目な顔して。どんなに前を走っててもさ、背中を守ってくれてるシノンのこと忘れてなんかいないからな。キリト、そうよね。そんなこととっくに知ってたわ。ごめんなさい、ちょっとわがままを言ってみただけなの。後ろを振り返らないで進めるように、これからも私はキリトを守り続ける。これだけは絶対に揺るがないから覚えておいて。ありがとうな、シノン。ちゃんと覚えておくよ。となるとシノンが寂しいって言ったことも忘れないようにしないとな。それは覚えておかなくていいのよ。本当に忘れちゃっていいのか。シノンのレアな一面だったのにさ。いいから忘れてちょうだい。レンとユージオには助けられたよな。二人がいなかったら危なかったよ。お互い様だよ。アルゴさんとリズベットさんのおかげでみんなに合流できたんだし。お礼と言っちゃなんだが、今度レンの欲しい情報を値引きしてあげよう。お、いいの？それじゃあどんな情報が欲しいか考えておこうっと。それにしてもクイネラのその色気、クイネラこそ真のお姉さんって感じがするよな。あなたにだけ私の体の秘密を教えてあげてもいいわよ。さあこっちへいらっしゃいな、アルゴちゃん。ねえ、遠慮しておくよ。なんだか怖いことになりそうだからな。よう、キーボー。一人でいるなんて珍しいな。そうか？俺だって毎回毎回みんなと一緒にいるわけじゃないぞ。昔のキーボーは確かにそうだったな。でも今のキーボーはそうでもないぞ。あの頃から比べるとキーボーも丸くなったもんだよ。それだと俺がすごく尖ってたみたいに聞こえるけど。だからそう言ってるんだよ。まさか自覚がないんじゃないだろうな。そりゃあまあ多少は。にし、素直なのはいいことだぞ。それにしても今回はアルゴにも随分世話になっちゃったな。気にするな、俺っちにも収穫はあったし、おあいこってことでよしとしてやるよ。収穫？特に人間関係の情報は大量だったぞ。人間関係って？キーボーは俺っちが把握しているよりはるかに女ったらしだってことだよ。どっか、おいおい、人聞きの悪いことを言うなよ。あーちゃんにリズベット、シリカ、シノンは知ってたけど、他にもリーファにアリスにクイネラ、片手じゃ足りないじゃないか。別に彼女たちとは何でもないって。特にアドミニ、クイネラとはいろいろと因縁が。っていうかアルゴ、まさかこの情報を売ろうって言うんじゃないだろうな。値段が折り合えばどんな情報だって売るさ。それが俺っちのモットーだってキーボーも知ってるだろ。そりゃ知ってるけど、おかしな噂が流れると相手にだって迷惑だろ。俺はともかく、うん、どうしても黙っていてほしいのか。なあ、どうしても黙っていてほしい。ミシシ、どうしようかな。おいアルゴ、頼むよ。お願い、この通りだ。ふーん、じゃあお姉さんの言うことなら
何でも聞いてくれるんだな。何でも？うわ、無理かもしれないが、俺にできることならやるよ。そう怖がらなくても大丈夫だよ。誰も知らないキーボーのとっておきの情報、それがお姉さんの手に入れば黙っていてやるよ。とっておきか。みんなが知らなくてアルゴが食いつくような情報なんてそんなのあるかな。にしし。なんだよその笑いは。なければ作ればいいんだよ。作る？簡単なことさ。これからお姉さんと二人っきりで秘密の話をするのさ。そうしたらキーボーとお姉さんしか知らない二人だけの情報が手に入るだろう。二人っきりって？返事はイエスだよな。わかった。ただしお手柔らかに頼むよアルゴ。それはキーボーの態度次第だな。じゃまずはどこかで飯でもおごってくれよ。それを食べながらゆっくりだな。エイジ、もう少し楽にすれば。そんなに難しい顔してると額にシワがついちゃうわよ。この状況、このメンバーで落ち着けると思うか？まあそれは確かにね。でも気を張り続けてもいいことないし、気楽に行きましょう。エイジとユナってすごく仲良しだよね。二人を見てるとなんだか僕も楽しい気分になっちゃうな。ちょっと羨ましいかも。まあユナとはずっと一緒にいるからな。それを言うなら君もアスナさんといるとき、他の人といるときよりもとても楽しそうに見えるが。あ、そう見えてたの？ちょっと恥ずかしいかも。アスナとは親友だからやっぱり話してるとテンション上がっちゃうんだよね。君とユナってとても仲がいいんだね。そうだな、とても長い間一緒にいるのは確かだ。お互いに信頼して助け合える人がいるのってすごくいいことだよね。僕もキリトがいてくれたおかげで乗り越えられたことがいくつもあるな。いや、エイジ、ここにいたんだな。探したぜ。キリトか。僕に何か用事か？今回のことちゃんと礼を言っておきたくてさ。協力してくれてどうもありがとうな。別に、わざわざ礼をされるほどのことは何も。それに僕も君たちには助けられたんだ。お互い様というやつだが。助けられたって？ああ、認識汚染のことか。そうだ、 SAO のかつて僕がノーチラスだった頃の記憶の世界、あの世界が再現されたのも僕には強く焼き付いている記憶だからだ。やり直せるならやり直したいと今でもどこかで強く望んでいる。そんな心の奥底を改めて見せつけられたよ。エイジ、そんな顔するなよ。忘れられないことではあるけど、僕の中ではもう多少の整理はついている。過去は決してやり直せはしない。死んだものは蘇らない。君も知る通り、僕は何よりもそのことを身に染みて知っている。だからたとえ自覚がなかったとはいえ、あんなところに長居し続けるのは今の僕には本当に最悪だったんだ。解放してくれてどうもありがとう。僕からも礼を言わせてくれ。なあエイジ、俺も SAO の中でいつまでも忘れられない心の傷があるんだ。君が？黒の剣士にもそんな過去があったとはな。孤高の剣士として名を馳せていたじゃないか。いや、実のところ孤高でもなかったのか。今回のことのように君にはかなり味方が多いみたいだからな。エイジの言う通り、確かに俺は SAO で得たものも多かった。
仲間もそのうちの一つだ。でも失ったものもたくさんあるんだ、うん、あの事件では多くの人が傷ついた。その人たちはエイジと同じように今も苦しんでいる。てっきり事件のことなんて君はとっくに克服したか忘れ去ったものかと思っていた。僕が見る限り SAO 事件を経てもなお VRMMO の世界を存分に楽しんでいるようだからな。今の俺がこんな風に過ごせるのはきっとアスナがそばにいてくれたからだ。アスナさんのおかげか。僕もあの人のおかげで今回は冷静さを取り戻すことができた。僕の知るアスナさんは自分にも他人にも厳しかったが同時にとても誠実な人だ。あの人がそばにいてくれたら、そうだな、きっと事件に対しても違う感情を持てたんだろうな。そうだ、俺がこうしていられるのはアスナとの出会いがとても大きかったんだ。だから俺はただ運が良かっただけに過ぎない。違う、運なんかじゃない。キリト、君だから。人の心に寄り添おうとする君のその性格だからこそアスナさんと君は共にいることを選んだんだ。俺が人の心に寄り添ってるって、なんでそんなことを。僕は事実に基づいた分析を伝えているつもりだ。つい今しがた君自身の口から多くの味方に囲まれていると言ってたじゃないか。さらに今回に関して言えば味方に限らず、そこにかつての敵すらも巻き込んで人の輪を作り上げた。キリト、君はその中心にいた。これは運なんかじゃなく君の人間性が成した結果だ。な、待ってくれ。そう表現されるとまるで俺がすごいやつみたいじゃないか。まだ認めないつもりなのか。過ぎた謙遜は嫌味になるぞ。そういうつもりじゃん。ただ自分でもどうしてこうなったのかよくわからないからさ。だからいまいちピンとこないというか。きっと君にはいろいろ話しやすいんだろう。現に僕もこうして君に胸の内を話してしまっている。エイジ。なんで。エイジは俺のことをそういう風に思ってくれてたんだな。ありがとう。別にそういうつもりで言ったわけじゃない。要するに君は人の心に土足で入り込もうとするおせっかいなやつだと言ってるんだ。そうかもな。でも俺エイジがそうやって自分の話をしてくれて嬉しかったよ。いやだから僕はただ。お前はまた そういう妙な解釈を。もういい、話は終わりだ。僕は行く。あ、そうなのか。せっかくこうして二人で話したんだし、もう少し話そうぜ。だからもう終わりだって言ってるだろ。ついてくるなよ。まあまあそう言うなって。なあ、エイジの話もっと聞かせてくれよ。